立憲民主党枝野議員の公職選挙法違反に浜田聡議員。この件、国会で他の誰も取り上げなかったら、私が取り上げる予定です。早速国会で追及、ガネットで話題。内容はこちら。浜田聡議員が、また日本国民の思いを形にしてくれたようです。では、浜田議員の発言を見てみましょう。浜田聡参議院議員、WBPC 問題調査中。この件、国会で他の誰も取り上げなかったら、私が取り上げる予定です。そして浜田議員が、早速国会で取り上げてくれた模様。MI2、蓮舫の事前運動疑惑。NHK 党、浜田聡。東京都知事選、都内の街頭演説で、蓮舫参議院議員、立憲民主党が、都知事選に挑戦します。ご支援お願いします、と、その後に枝野幸男さんが、みんなで蓮舫さんを勝たせましょう、と発言された。完全に事前運動だという意見が多数を占めている。ちょっと事前運動になると思われる事例について伺います。今年の6月20日告示、で7月7日投開票で予定されております東京都知事選挙。まず各陣営のご検討を祈りたいと思います。でその中でですね、今回問題にしたいのは ANN の番組、テレビ朝日ですね、のあるシーンでございます。蓮舫参議院議員と、枝野幸男衆議院議員がですね、東京都内での街頭演説の場面なんですね。で、問題のシーンとはですね、まず蓮舫参議院議員がですね、七夕に予定されている東京都知事選挙に蓮舫は挑戦をします、皆さんのご支援どうかよろしくお願いします。で、その後にですね、枝野幸男さんがみんなで蓮舫さんを勝たせましょうという発言をされているわけで、これに関してはですね、事前運動、完全に事前運動じゃないかというですね、そういう意見がもう多数を占めていると思います。で、そこでお伺いしたいんですけれど、この発言などについては事前運動なのじゃないかというこの疑問に関して、お伺いしたいと思います。総務省自治行政局笠木選挙部長。総務省といたしましては、個別の事案につきましては、実質的な調査権を有しておらず、具体的な事実関係を承知する立場にございませんので、お答えは差し控えさせていただきます。その上で一般論として申し上げますと、公職選挙法上の選挙運動とは、特定の選挙について特定の候補者の当選を目的として投票を得または得させるために、直接または間接に必要かつ有利な行為と解されてございます。そして、公選法第129条におきまして、選挙運動は公職の候補者の届け出があった日から当該選挙の期日の前日まででなければすることができないと規定をされております。いずれにいたしましても、こいつの事案が公職選挙の規定に該当するか否かにつきましては、具体の事実に即して判断されるべきものと考えております。浜田聡さん。はい。この件に関してはですね、放送している、テレ朝 ANN も、同じ罪になるんじゃないかなとは思います。事前運動に該当する3要件というのがありまして、選挙の特定、候補者の特定で投票依頼というのがあるんですけど、この場合だとですね、都知事選、選挙の特定は都知事選で、候補者の特定は蓮舫議員で、投票依頼勝たせましょう、この3要素が揃っているんじゃないかなと思われます。別件なんですけど、昨年10月の所沢市長選挙におきまして、小野塚市長がですね、当選されたわけなんですけど、そこに関しても事前運動が指摘されておりまして、この件に関しては書類送検になったと認識をしております。小野塚市長がですね、選挙前にですね、市長選挙に絶対に勝ちます、皆さんのお力をいただきたいということを述べられておりまして、やっぱり、今回の事例を、所沢市長選においては書類送検になっているわけですから、今回の事例をですね、見逃すといった例外はあってはいけないとは思います。今回の件に関して東京都のですね、選挙管理委員会に、数多くの問い合わせがあると思いますので、政府におかれましても現場の調査を、されるなどですね、強く
そういった点を強く要望させていただきます。適切な対応をよろしくお願いします。で、ちょっと別件なんですけど、やはり沖縄県においてもですね、この公職選挙法違反というのが、特に事前運動などですね、それが横行している無法地帯であるという指摘もありますので、こちらもですね、適切な対応をお願いしたいと思います。浜田議員、本当にいつもありがとうございます。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。これは期待。法律を有名無実としてはならない。無法者どもに忖度は必要ないから徹底追及してくれ。お願いします。どうせ見過ごされるって思ってる人たちに一泡吹かせてください。面白くなってきました。 N 党浜田議員、やっぱこういう時に頼りになる。浜田議員、本当ありがたい存在だわ。これは徹底的にやってほしい。みんなでこの問題の動向を最後まで注視しましょう。次はこちら。警視庁に通報はしましたが、浜田議員でも国会で取り上げていただけるとありがたいです。民間企業をはじめ国民全員がコンプライアンス厳守を掲げてるのに、国会議員は関係ないのはおかしいと思うからです。片瀬真翔を選挙演説でないとするのはどう考えても無理筋では。片瀬真翔は選挙活動ですね。完全にパーフェクトな選挙違反。ちなみに告示日は6月20日。明らかな事前運動ですからね。処分されてしかりですよ。次はこちら。どうせ戦艦なんて引退老害連中の集まりだから何もしねえもんな。でも何も変わらんのが今の日本やで。日本宿場っても甘いしな。もうめちゃくちゃ。毎度こうやって違反と指摘されても大した罰則受けてなくね。なんなのこれ。マスコミもだんまり。法を無視してやりたい放題できる奴らが勝ち組。これが現実。だんまりじゃなく放送して後押ししてたんだぜ。杉田水脈が発言してたら野党国会サボって大騒ぎ案件。これが自民推薦候補だったら朝から晩までトップで扱って叩きまくってただろうな。腐り切った日本を少しでも変えなければならない。つくづくそう思います。最後はこちら。知らないならまだしも、知っていてやっているのが相当悪質。こんな輩に東京を任せるわけにはいかん。それどころか現職なのになんで私的な行動してんだよ。歳費で活動してるんだろ。こっちの方がひどくね。こいつ参議院議員辞職していないのに都知事選の選挙運動するのは大問題だろ。ボーナスもらうために議員でいたら大変なことになってる。わらわらわら。公共放送だあんまり。マスコミが報道しないことを分かっててやってるんじゃからな。マスコミってほんまゴミだな。マスゴミの皆さん、立憲民主党による公職選挙法違反をちゃんと報じてください。結論。日本共産党により繰り返される明らかな公職選挙法違反や、今回のような露骨な公職選挙法違反を一向に取り締まらないから、一部の政治家がやりたい放題やるのです。そういった問題を是正するためにも、今回の立憲民主党による公職選挙法違反事前運動をきちんと取り締まり、罰則を課すべきだと思います。とにかく浜田議員が国会でこの問題を取り上げたことで、今後どのような動きになるのかしっかりと注視しておきましょう。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひこの機会にチャンネル登録のほどどうぞよろしくお願いいたします。